どうもこんにちは、今回はですね、7月に引き続きですけども山市花音の、ね、お二人がまたいらっしゃいました、今回また、ね、山口県で一緒にキャンプしようということで、今回はですね新しい、ヒカキのオプションパーツ、こちらをですねご紹介いただけるということで、ちょっと楽しみにしたいなと思います。気にしてる。あの今回ですねまた来ていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あのオプションパーツなんですけどまたちょっとそれも楽しみにしてるんですけど、あの前回動画公開してから結構一応反響もあったということで、いい感じの反響ありましたか。ですね、あのいろんな本当にあの想像以上の反響といいますか本当にいろんな方に使っていただけるようになりまして、 ありがとうございます。本当に社内だけじゃなくてあの一般のユーザーさんの方にもいろいろと本当に先の良さっていうのを、はい、あの知っていただけるようになったっていうので、本当にすごくやっぱあカノさんの、はい、あの紹介の仕方がすごく、いや、ね、本当に皆さんが、ね、はい、興味を持って見ていただけてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。で結構なんかイベントも出展みたいなのされてるんですよね。今月はいつ出展でしたっけ。11月19、20の土日になりますが、愛知スカイエキスポだったかな、セントレアっていう、うん、あの空港があるんですけど、そちらの、ところであのフィールドスタイルっていう大きめのイベントがありますので、はい、こちらもぜひお越しいただければと思いますので、ありがとうございます。そこでもうひたきも展示して、今回ご紹介いただけるオプションパーツみたいなのも展示されるんですかね。あ、持ってきますんで。なるほど。じゃあ実際に見て触るというか、まあ、体感みたいなことができるとということですね。あと、はい、鈴木にも会いますね。開発者の鈴木さんに。そう、ね、あの結構あの YouTube 動画で公開いただいた後、一番大きな影響ってそこかな、はい、鈴木に会いたいっていう方が結構いらっしゃって、ありがたいですね。それはわざわざ足運んでいただいて、本当に、ね、あの弊社としてはこんなありがたいことはない。ぜひぜひそちらの方にも、ね、遊びに行ってみてください。ありがとうございます。お願いします。でもそれは良かったですよね。もしそこであのやっぱり軽量化しようとか小型化しようってなってたら、そういう動きではなってないですよね。どっちかというと軽量化運動はずっと言われ続けてたので、うん、こんな重くていいのっていう、そうすると多分あの主流に飲まれちゃうというか、そう、うん、漏れておしまいですね。ですよね。もともと鈴木は最初からブレてないんですけど、うん、最初からこう重くあるべきだっていう、うん、でも誰も理解してくれないんで、僕も最初そうだったんですが、所さんに持ってた時に、所さんがすげえ絶賛してくれたら、うん、なんかひたきってすげえんじゃねえかっていうような風が生まれて、さらに動画公開されて26万回の再生回数で、ひたきすげえなって。で当然あんだけあの特にアウトドアの場合裾野が広いので、はい、やっぱりその見てらっしゃる方、やっぱ取引先とかもいるんですよ。見て、山口さん見たよっていう風に。あ、そうなんですね。で営業担当が、え、何のことみたいな。あ、YouTube 見られた。そうそう、お客さんがやっぱアウトドア趣味の方多いので、そういう時にやっぱアウトドアってすごい、やっぱすごいなと思ったんですけど、なるべく楽に、でもこういう商品にしようとすると映えるっていうところが最近必要じゃないですか。でも主要な要件っていうものを満たせるような、何かすごい簡単になった構造体が実は作りたくて、でもどうしても魚が回転しないだとか、やけどをしないようにするだとか、ちゃんとこう、ね、1時間後にちゃんと鮎が焼けてるっていう、その美味しく、その辺の要件を満たそうと思ったら、まあ、こういう風になってきたっていう。まあ、でも一番やりたいことは、あれ使ってみんなが笑ってくれるが一番嬉しいですね。美味しかったねとか、うまくできたねっていうのを、みんながこうやってくれる、こう体感してくれて、いや、もっと美味しくやったらこんなんできたよとか、それを個々が感じてもらえるとすごい嬉しいなと思うんですけど、あくまで本当に自分たちはみんながやろうとしていることをこう手助けするだけ、こういう形で作ったらやりやすくなるよねっていうのを、あのこっちからそのこう使うんだよっていう提案じゃなくて、ユーザーの方がもうあの自分で考えて、そうそう、試行錯誤じゃないけど、これもできる、あれもできるって、試してもらって楽しんでもらうっていうことですよね。あるじゃないですか。ん、あ、そうそう、一昨日ぐらいに届けてもらって、これ線でしょ。線になりますね。はい、サビなんだよねこれ。鈴木さんのやつはあれですよね、鉄の方ですよね。均等じゃないじゃないですかこれ。はいはい。これでもね、みんな同じなんですよ。え、そうなんですか。これ適当に人が削ってこうなってるんじゃなくて、あ、ちゃんと五軸で加工するときにこういうパスになってるんですよ。あ、そうなんですね。それはすごい自然味っていうか、人が削ったように見える。あ、そうそう、僕手作業だからこういう風になってるのかなと思ってました。違うんですね。だからどれ見てもこの形ができてて、あ、それはすごいですね。ちょうど作った
東さんと話をして、はい、ちょうど偶然並べてみたんですよ2つ、はい、あれ同じじゃんって話になってそうなんだよって、これをちゃんとキャムで削ってから同じなんだよって、マジかって、なんかさりげないですね、なんかこ そう普通に手作業でなったらこう偶然この形になりましたみたいな感じで削ってますけど、うん、すごいな、ステンレスってやっぱ焼きが入れてないからここ色変わってないですね、水産変わってるんですよ、ここ焼きが入ってるんですよ、片切りも、なんかいろいろやったりして、この中に、ね、テーパーがついてるらしいんですよ、ここが抜けてくる、来ないようにとか、なんかいろいろ凝ってますねなんかこれも、ね、はい、巻いて作ってるっていうのは紐、うん、そうそう、紐もね僕つけようと思ってるんですよ、あの手槌もそうなんですけど、うん、紐もつけようと思って、あとここのところもなんかねいろいろこう書いてあると、うん、面白いものができるかなって、それもなんかあれでしたよね、その設計図かなんかでここを何センチのやつで切ったらいいよっていうのが確か載ってましたよね、うん、レザークラフトでやってもいいかな、綺麗です、使うとこがどんどんねキノコみたいにこう潰れてくるんで、お使い込んでいただくと面白いと思いますよ。なるほど。こんな感じ？これ何？お得いらないですよ。で、置き台だけ1機だけつけといてもらった方がいいかな。で要は、分かりやすくこの状態で色リセットになる、あ、これが置き台も1個ついてですか。そうです、つく予定です。なるほど。で下ピザのあれはないですか。これちなみにこの色リだけは販売はしない。あ、もちろんします。しますよね。一応この、色リセットはこのバー、あの、なんていうか、フレームとあとこれ3本でワンセット。なるほど。今のところ価格は6,400円。あ、なるほどね。これバーとこれで6400円と、はい、で色リセットの場合はこれが全部ついてると。両側につく。両側について。そうですね、ちょうど薪をくべるところが、はい、ここからこうくべていただいて、うんうん、とまあこういうふうに対面使って3匹ずつで6匹焼けますよと、はい、で火が焚かれてる時にたくさんこう強い火でやった時はこの立てた状態でお魚焼いていただいて、はい、こう持ち上げるとこっちにこうやって逃げることができるんで、スライドできるんですね。でこれも四角のスクエアでやってるから魚を、お腹側と背中側と反対のお腹側とっていうふうにこう回して焼いてあげられると。なるほど。で火が置き火になった時はこいつを下にしてあげて、この状態で焼いてあげれば、ちょっと火が弱い状態なんで、こう魚がいぶされた状態で焼きますよと。なるほどですね。ような形ですね。で合計で6匹焼けるんですけど、はい、キワキワやっぱなってくるんで、これとこれやると干渉しちゃうんですよ。中には交互にはなるんですけど、うんうんうん、やっぱ焼きづらいと思うんで、片方は少し起こした状態で。まあ、魚を置いてもらって、それを交互にこうやってもらったら、焼き加減調節しながらですね、調節しながらやってもらったら、うまく魚が焼けるかなと。そう、僕ねこれあのインスタで見せてもらった時にこれでもう動かないと思ってたんですよ。動かないと思ってたから、まさかこれがこうスライドするっていうのはちょっとすごい構造だなと思ったんですよね。やっぱりこう空き地の状態で魚を回すと嫌なんですね。手が焼けちゃって確かに大変なことになるん でこれも要はその丸じゃなくて四角形だから、はい、こうそうですね、45度に、あ、じゃあ90度ごとで回してあげればそれぞれの面をこう焼けるよと。でここが2本なのは、1本だと要はくるって回っちゃうからってことですよね。そう、魚があの1本だと回転しちゃって。あ、そうですよね。よくみんなこう魚同士を寄せてお互い助け合いながら、あ、そうです、僕もそんな感じです焼き鳥とか焼くときもそんな感じになっちゃうんですよね。そう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 、助け合いながらやってると思うんだけど、それって嫌だなと思ってこう2つの串でそれがやるこうならないように。で、これまあ当然その魚を刺して焼いてもいいし、はい、例えばお肉だったり野菜だったりとか、ね、焼き鳥とかもこれそのままやってもらっても同じように焼けるし、あと野菜お肉なんか入れて、あのね、アメリカンなバーベキューみたいな感じしてもらっても
やると思いますね。だから串焼きみたいなことがしたい方はこれでやってもらうと面白いかな。いいですね。あの大きい鶏ももなんて多分この2つに差し込んで蓋掛けして、あここにでっかく焼いてあげるとでかい肉がその焼けると思うんで。しかもまた遠火で焼けますもんね、はい、じっくり。モンスターハンターの本当に美味しく焼けました肉、魚、野菜、果物とかでもいけそうですよね。とにかく何か焼きたいものがあって、こう置いて焼きたくないようなものがあれば、なるほど、こう浮かして焼くことはできると思いますね。これは面白いですね。で、これが一応構造としてはこれが、こっち側の場合はこう開くし、向こうは逆に開くようになってるから、そうですね、一応交差してる感じになるんですよね。そうですね。なるほど、これは考えましたね美味しく食べたいっていう気持ちを、ね、せっかくの時間、高いものみんなね、キャンプっていうともうね、その時だけこういいもの買ってくるじゃないですか。そうですよね。それが丸焦げになってダメだったっていうのって、やっぱりみんながまあまあ経験してると思うんで。ちなみにこれもやっぱりそのユーザーさんからの声でやっぱ魚が焼きたいとか、そうですね、っていうのがやっぱあったってことですよね、はい、うん、せっかくなら魚が焼けるようなものを考えてくれないかっていうので。これはいいな。これ今これ網になってるんで、本当は、はい、この仕様でやるときって、うん、この下に、これついてるんだよな、本当に。あ、そうですね、一応それ付きで考えてますね、うん、これが入ってると思うんで。あ、なるほど。こうして下に、まあ、芝生守るような状態をやってもらえればいいと思います。下にひどく持ってきていただければ防火にはなるんで。なるほど。これやっていただくと分かると思うんですけど、はい、単純に楽しいと思います、これで。あ、なるほど。でもそれが大事ですよね、うん、なんかあのいろりって家族みんなで囲むみたいな感じになると思うんですけど、はいはい、これやってると本当に、まあ、そもそも焚き火ってそれだけで面白いなっていうのがあると思うんですけど、これやってるとその魚のね、世話をしながら、はい、しかもじっくり水分を飛ばしながら30分ぐらい焼かないといけないので、それが楽しいなっていう。しかもこれやっぱり、まあ、ひたきならではだと思うんですけど、この1個だけじゃなくて3つついてるじゃないですか。これがなんかその複数人で遊べるものというか、そんな感じがあっていいですよね。やっぱりうちもこれ家族キャンプとかで行くとやっぱ子供たちが触りたがるというか、特に息子が触りたがるんですけど、これここで開けるから子供がやっても結構安全っちゃ安全ですよね。力離れてくれるんで。そうですよね。これは考えられてる。絶対子供がやりたかったと思います。今にやったら。ねえ。でも楽しいと思います。まあ、それもキャンプの楽しみじゃないかな。そうですよね。囲いですか。囲いをちょっと、カラさんのちょっとご意見を伺いたくて。ちょっとまず、はい、そうですね。見てもらって。もともとこれ、発端がカラさんの YouTube 動画なので、はい、ぜひちょっとどっちがいいかなってご意見を。ぴったりと置けるです、ね、すごくこのためにあるかのようなめちゃくちゃいいなここにはまるんです。でも本当は4枚も入ったんですけど、ちょっと完全に一応こうなるんですけど。なるほど。つまりこれ風防みたいな感じですかね。そうですね。これで、これで、ホコリは入りづらくはなると思うんですよ。うん、あと熱も蓄熱されるかな。はい、どこのまで確認されて。あとここ触るとやっぱり火傷するんですよね。ああ、鉄ステンレスですもんね。うん、こんな風に焼けて温度変化がこんな風に入っているんですけど。なるほど。やっぱりこの辺りは熱くなって、うん、下の方は触れないことはないです。焼いてる最中でも触れますけど、やっぱりでも熱いのは変わりないので、はい、ここで火の熱が一応止められるじゃないですか、うん、だからまあここにいろいろ物を置いたりとかできそうですね、はい、これがまず、うん、
検討はまず1型ですね。今度は3面だけになるんですけど、これちなみに素材としてはあのガラス繊維が入ってないからチクチクしないやつってことですね。そうですね。こんな状態で、この場合はもう再度触っても熱くないですね。手で触れちゃうからですね。だけど温度はめちゃめちゃ上がるんで、さっきは下に隙間が少し入ってたもん、これ完全に下まで来ちゃってるから。なるほど。下の方まで熱が溜まってると。火床にしてないからそんなにこれ劣化進まないんで、はい、あの火床の時ほど早く変えなくてもいいと。これどうでしょうね、見てる方がコメントいただければいいんですが、どっちがいいだろうって1型と2型、個人的にはですけど1型の方が見た目的にはさっぱりするのかなっていう、子供さんとかいる時に安心感はこっちの方が高い、ね、まあ確かにそうですよね。遮熱性はこっちが全然高い、放熱してないからこれ。あ、だからピザのところがめちゃめちゃ温度が上がるんですよ。なるほど。今日塩釜やるときに見てもらうと分かるんですけど、はい、めちゃめちゃ温度高いですね。なるほど。これ下の方、例えば地面の方にも熱が結構いったりとかする感じです。熱はやっぱり下の裏側にも同じような火床を引いているんで、地面が焼けることはないですね。あ、なるほど。あ、まあその上に溶岩の石が乗ってありますもんね、はい、だから溶岩の石から上のところの空間がさらに温度が高く放熱される感じですね。なるほど。実際に製品になるときは多分この布のこの火床にするのか、もうこの形で出してしまうのか、はい、ちょっと今、ね、ああもう1枚で、はい、1枚の方が風は来ないですよね。ただ火床の高さが今度変えられないんですよ。ああそっか、今これでロックされちゃって、そうですよね、ここを手入れようと思って、ここの隙間から入りますけど、これをこうして変えるかっていうと、まあよっぽど軍手しながらやって、そうかなって、まあやれないことはないと思うんですけど、分かれてるところも案外、この隙間が空いてるから放熱されちゃうか、されちゃうかっていうと、そんなに変わんないんですよね。だと私もうここに歯止めの位置をもう一個増やしてあげれば、もっと中に止まるし、ここのところに、中間にもう一個ずつ歯止めをつけて、そうですね。そしたらちょうどこの真ん中のあの火床変えられるところも有効活用できますもんね。まあ、あとあれですね、これつけてれば最近だとその風よけとかで人膜みたいなの貼ったりとかするけど、そういうのも必要ないですね。あまりいらないと思いますよ。これちょっとじゃあ後でお料理をするときに、ぜひぜひこの力を見させていただきます。多分見てくれの問題はこれちょっと本当にあの布火床そのまま3個くっつけたら多分ちゃんとしたものになれば結構良くなるんじゃないかなとは思います。どっちかというと こっちはあのその実用性があるというか蓄熱性じゃないですか。でこっちも完璧に風防ですよね、風よけ、似てるようで使い道が全く多分違うものになりそうな気がしますね。この2つって、大丈夫でしょ。全然、はい、全然大丈夫ですか。邪道じゃないかなあのフェザースティックとか作られてるみんなやる。いやいやいや全然蓄熱してこれから30分ぐらいですか、焼くのが。多分20分ぐらい、あ20分ぐらいでいきます。下もちょっと温めないっていう、そうですよね。まあでもあっちで塩釜作ってる間に多分結構温まるんじゃないですか。なるほど。昆布を戻します。お腹に詰めるわけですよね。
デコボコワールドはなんか何にも言えないです。目。なるほど。目と鼻と口にしちゃう。20本。うん、触れますね、確かに。鈴木さん、これ触れますね。触れますよ。うん、普通に全然鉄板と違って、うん、まあ熱いっていうか、うん、温かい感じなのかな。こうやって子供がパッと触っても、うん、この米とこれを合体させるという、そうですね、この人が一回でもあれですね、本当にあの前回あったの7月ぐらいだったじゃないですか、と比べてやっぱ島本さんのこの旅人前の姿っていうのは決まるようになってきましたね。だって前は本当全くやったことないような感じだったですもんね。全然もうね、でも一気にスキルアップしたんじゃないですか。そうそう、もう鍛え上げられた。鈴木さんが鍛え上げた。まあ実際か、本当火は取り憑かれますね。そうですね、楽しいから、うん、なんか変化とか見てると。で、いきますね。はい、どうなってますか。この魚焼きの、これ外して持ってった方がいいですかね。あ、そうですね、魚。じゃあ、持っていきます。これですかね。あ、それですね。それ多分すぐ火つけます。素晴らしいですね。手前味噌で申し訳ないんですけど、はい、いや、これはね、ないですよ。もし仮にこういうのがあったとしても、大体なんて言うんでしょうね、あのビア缶チキンとか、あのチキンを焼くためのものだったりとかして、魚を焼くためのものっていうのがね、なかなかなかったりしますもんね。まあ、先ほどの話じゃないですけど、魚だけじゃなくて、ベーコン焼いたり、そうですね、お野菜焼いたり。これ厚切りベーコンを刺してやったら絶対面白いですよ。違いないです。うまいに決まっとるって。決まってますね。
下に江戸さんと、うん、あ、今度はこっちを上げた方がいいですか。で、そっちそのまま、ままでいいです。あ、大丈夫、そのままで行って、うん、ここすげえ。この人すげえ、いいね、すげえ綺麗。まあ、やろうと思ったらそのバーごと外しちゃうっていう手もありますもんね。そうそうそう、この人綺麗に蹴ってるんだよな。このなんか魚が汗かいていく感じが、そうですよね、いいですよね。うん、だいぶいい色になってるんで、もうあれかそっちに移してもらってもいいよ。うん、どう思います？コブがやコブにくっついてた。お、いい感じでも。お皿あります？あ、あります。食べます。あ、僕もちょっとこれいただいてもいいですか？はい。はい、すげえな。すげえ。これはいいな。ちょっと裏側も撮っとこう。照明係が。いやー、これはすごいですね。サバちゃん、サバちゃんもこれ、サバもちょっと皿。でも本当なんか、グランピング施設とか欲しがりそうですけどね。すげえ、うん、たい焼き塩釜。魚尽くしだすげえこれ。でもあのキャンプ場のレンタル用としていくつか、あ、そうなんですか。本当にあのこの間あの来週でしたっけ、今週末でしたっけ、はい、行かれるその、うん、清里の中央キャンプ場とか、うん、あのレンタル用として購入いただいてますし、ただそんなに数はないんですけど、この形ですよね。この、焚き火しながら横でつつきながらっていう、そうですね、形が多分一番火焚きのいいところですよね。今回じゃあ作っていただいたのがこれが要は鯛めしで、サバの塩焼きで、玉ねぎとわかめのスープ。なるほど。あ、そして塩釜焼き。ちょっと若干塩釜冷めちゃったね。塩釜焼き。いただきます。いただきます。めちゃくちゃうめえなこれ。めちゃくちゃタイのいいだしですね。うまい。うめえ。いや、うまいですね。うまい、うん、めちゃくちゃうまい。ちょっとサバもいただきます。いい感じに色が入ってる、サバ、うん、あ、うまい。めちゃくちゃいいやつだよ。素晴らしい、うん、うまい。あ、うまいわ。いやいやいや、魚もでもうまいですよね。うまい。
採用の時とかアンケートを取ると、あのアウトドアでどんな料理をしたいですかって、うん、意外と魚って答える方が多い。ああ、なかなかどうしてもロストルで焼いたりすると、うん、皮がくっついたりとか。ああ、焼き方ですよね、うん、焼き方が難しいですもんね。まさにこういうそういうニーズがある中で、うん、こういうのがやっぱ商品化する価値があるんだ。確かに。あ、でも贅沢ですね、本当、うん、この鯛めしが一番うまいな。うん、マジでうまいですね、鯛めし。サバもめっちゃ脂乗ってますよね、うん、このサバすごいし、この完全に燻製になってる。ちょっとおこげがまたうまいんですよ、これ。重ねてますよ、うん、ご飯入れますよ。じゃあちょっといただいていいですか。ついていきます。どうも。こういうのすごい、うまい。おにぎりみたいに美味しい。しい。なんか、まあ当然持ってくのは重たいのはあるんですけど、うん、家族でやっても自分でやってもですけど、なかなかこれ以上のものってのはないですね。一回使ったらもう使わなくなる、なくなるタイプの匠だなっていうのに対し、僕はこれ。を使ったらもうこれ以外使えなくなりましたっていうのがすごいありましたね、それの。すごい嬉しかったですね。俺だもんね、本当あのコメント一喜一憂してずっと読んでて、これはでもほんまこの魚パーツはいいですね。ちょっと遅かったんですよ、秋に本当は出したかったんですけど、はい、ちょこっとずつ改良点があったんで、それ直してみろって言われて直して、はい、最初これだってこんな葉っぱ使ってないから5杯で細かったんですけど、やっぱりこれはもう他の配数と揃えた方がいいんじゃないかって話になってきて、そうですね。ここでもみんな驚いてくれるね、うん、やっぱりこれ、ね、うん、動くのってこの、そうこれなかなか、でも写真では僕こうやって要はビフォーアフターじゃないですけど、矢印付きでこう動きますみたいなこういう風になりますっていう風に書いてますけど、やっぱりなんかなんとなくわかるんやけど、やっぱよくわからないっていう。今回のこの魚づくしは多分アップされたらびっくりするね、みんな。ほんと今度の19日のそのフィールドスタイル、どんな風になるのかっていうのちょっとワクワクはしてるんですけど、うん、実際に見てもらって。そうですね。あとその岐阜のイベント、岐阜ってめちゃくちゃ僕地元なんですけど、はい、あの愛知県から見ると全然田舎で、しかもその山の中で山奥のイベントやったもんで、アウトドア専門のイベントをやったんですけど、そこでも本当に数人、数機会に来たらしいぐらいですが、その5万人規模来るイベントにあったらもっと来てくれるんじゃないかな。なんかその下着目当てじゃなかったとしても、見てあこれ見たことあるっていう人も多分いるかもしれないですよね。間違いなくそのアウトドア好きが集まるイベントなんですよ、そういう人多いですよ。こう見てて催事で歩いてる人いるじゃないですか、はい、何回もチロチロ動くんですよ、はいはい、キャンプ好きなんですかって言うと、でも私これ見たことありますっていうのは第一声で来た。YouTube で見ましたとかいう人が、まあこう動きを見てると分かりやすい。それは嬉しいですね。そう、あそこフッツ行った時の千葉のやつが、いや私ね、カノシさんの動画いつも見てるんですわ、あカノシさんに報告できるじゃんと思って、ね、いやそれはありがたいですね、うん、千葉で。そう、ずっと見てるんですよって。あ、うん、なんかその人はなんかそのオープンイベントだったんで、その一番最初のラウンドって、うん、で僕らがブース、立ててて、で、はい、着丈を組み立て始めたら、あれなんかこれ見たことあるぞって思ってたらしく、でそこで、ね、鈴木が出てきた瞬間にもう確信したって。あやっぱそう、あれカノスさんのやつやって、ね、ありがたいですね、うん、まあ、前回も夏キャンプ行った時にやっぱこれも使いましたしね。で、魚焼き器があることでやっぱその夏の方が川魚やっぱ食べる人も多いじゃないですか。そういうやっぱ楽しみは広がると思いますね。確かに。うん、その夏の間とか今まで焚き火台じゃなくてグリルかなんかで料理されてますか？料理はずっとあのシングルバーナーでやってて、夏は基本的に暑いから焚き火はしないっていうタイプだったんですけど、大体バーナーが多いですよね。でその焚き火と料理がセットになってなかったんですよ、今までは。要は焚き火だったら焚き火しかしてなくて、あの前さっき言ったようにその上に一応乗せるやつはあるけど、やっぱ弱すぎて料理できるようなあれじゃないし、家族で行ったとしたら余計に
できないじゃないですか、家族料理なんて。だから一品二品はできるにしてもできないから、やっぱシングルバーナーでやったりとかしてたんですよね。なるほど。だからまあそのやっぱ同時調理っていうのがやっぱ強いなと思いますよ、うん、本当に この状態、これができるのがやっぱり望みで、うん、ここまでこうやって食べ物を揃えようとすると、シングルバーナーでもバーナーでも2つ使いながら、うん、ね、こう順番考えてなるべく冷めないようにするけど、冷めた料理が出てきちゃうから、うん、それを起こさないようにするためにみんながここに集まってね、うん、それが一番やっぱり、ね、やりたいこと、うん、で子供なんて薪の担当だよって言えば一生懸命薪くべてるし、それが楽しいことだと思ってくれるから、うん、親はそれを使って料理すればさ、まだ僕今その子供の状態ですいやでも本当そういう多分すげえ気持ち上がりますね。めちゃくちゃそれやっとるだけで楽しいって。本当に今鈴木さんが言ったように、あの夏行った時も、要は今までその料理キャンプで料理しましょうっていう時はシングルバーナーで例えば1個、まあ、大体1個だったんですかね、1個でやってて、じゃあ誰かかき混ぜる係ねとか、うん、まあ、そんなもんだったんですけど、やっぱこれがあると、前回行った時は上で2人がこう鍋で料理してて、下で薪をくべるのは息子の役目で、下でピザの面倒見るのは僕の役目とか、だからなんかそれぞれにこう仕事を与えられるというか、なるほど、うん、やっぱ、なんていうんですかね、全部自分がやってもいいけど、それはやっぱ面白くないじゃないですか、やっぱやりたいし、みんな。うん、で、子供の場合はやりたがりますね。そうですね。で、焚き火料理とか、普通の焚き火台でやろうとすると、やっぱちょっと崩れちゃったりとかするんで、なかなか触らせられないっていうのもあったりするとは思うんですけど。さてこれは全く問題ないですからね。まあでも本当そのユーザーが増えるといいですよね。うん、だから本当さっき鹿野さんが言った、うん、この前会った時はまだこれから売らなきゃねっていう雰囲気だったっていうのは本当に出てたと思うんですよ。そうですね。うん、あのいやもっと言うと、あの本当に売れるのかな的な雰囲気を出てましたからね。すごい探したもんね。上もいる、その何だろう、インフルエンサーって人がどういう人であって、はいはい、あの20人ぐらいだっけ、あの時もピックアップしていろいろこう調べてて、加納さん本当ド頭だったんですよ。あ、そうなんですか。うん、へ、僕もだから一番最初にそのどうですかって話をもらった時に、フルセットが6万いくらっていうのでちょっと躊躇したんですよ。うん、そのこれを紹介してあの受け入れてもらえるんだろうかともちょっと思ったんですけど、やっぱサイトの中見ててなんでこれがその値段するのかっていうのが自分の中で納得できたんで、はい、それで、あ、これだったらと思って、で、あのうちの社長の方針としてやっぱ一人一人のお客さんを大事にしてほしい、はい、それこそさっき見たいって言ったら直接会いに行って見に行きましたみたいな、普通ネット通販の製品ここまでやるってなかなかないと思うんですけど、そうですよね、でもそういう、でもそういう人がなんかすごいやっぱ濃いファンになってくださる。特に日立の場合、あの大量にじゃあ1万個売れみたいな装置じゃないので、はい、もちろん一人一人が丁寧にやっぱり、うん、あの説明しながらつながりを強くして、うん、まあ、少しずつ広げていくっていうようなやり方が多分会社っていうのもあってるのかな。実際に見てもらうのが絶対一番だと思うんで、やっぱ今やられてるようにそのイベントどんどん行くっていう、うん、もう本当地道な草の根活動になるけど、うん、そうですね、それは大事ですよね。実際最近ちょっと面白いのは、昔はこう歩いててピザ焼いてると、はい、ピザ美味しそうだねっていう風に人が多かったんですよ。最近なんだこの焚き火台っていう風に言う人が多いところに行けるようになったので、焚き火台でピザを焼いてることを不思議と思わない層のところにいたってことですよね。あ、すげえ、この台ピザ焼けるじゃんっていう反応が多くなったんで、あ、それはいいことですね。でもいい循環ですね。その楽しくなってきて、楽しいから余計にもっと楽しいものを作ろうというか、うんうんうん、楽しめるものを作ろうみたいなことになりますもんね。うん、まあ、正直今めちゃくちゃ忙しいんですけど、いろいろ。でもいいことじゃないですか。でも本当に楽しい忙しさ、生きてるって感じが最近してたんですけど、なんかもう本当にしんどいんですけど、だって2日前まで千葉におって今役地を2人してそうなんですけど、でもやっぱ行く先々で何かしらのリアクションがあるっていうのはやっぱり、そうやっぱ励みになります、あと下着でその説明とかで、まあ、ちゃんとしてるなと思うのが、例えばこれの下にちゃんとそのシート敷いてくださいとかあるじゃないですか、
結構とかほとんどのメーカーが多分そういうこと言ってないんですよね、うん、だからもう言ったら地面からこれぐらいしか空いてないやつとかもあるんですよ、うん、それは絶対焦げるに決まってるじゃないですか、うん、だけどまあその辺全然説明せずに結構行くキャンプ場とかで言ってたのがやっぱそのメーカー側がそういうの芝生の上じゃダメだよとか言ってくれりゃいいのになみたいなこと言ってたんですけど、うん、なかなかそういうことを言うメーカーがいないっていう、でその中でちゃんとそのダメージがあるから下にちゃんと敷いてねとかって、うん、前面出してるのはすげえなと思いますね、うん、がね一つなかなか面白くて観点が、はい、消火器とかをちゃんと持って焚き火をやってるっていうことをアピールした方がいいよって言ってますよ、うん、みんなそういうの持たずに焚き火やるけど、うん、火事に対する対処っていうのはしっかりやってるとかやってくださいっていうのを、うん、山市としてメーカー側がやった方がいいと言って、まあ、今本当言われたその芝が燃えるとかですね、ちゃんと環境を考えてやりなさいってことをメーカー側がちゃんと言った方が、もう売るのが目的じゃなくてみんなで楽しもうっていうのはそういうことでしょっていう、うん、僕もね、あの中にね、消火スプレー一応入ってるんですよ。あ、そうなんだ。やっぱ使うことはないですけど、なんかよく俺も動画とか撮ってて言われるのが、結構廃用してるところまで撮ったりとかするんですよ。それはなんかやっぱりやってる人が少ないから、なんかやっぱ面倒くさいとこ見せたくないじゃないですか。はいはいはい、だからその要はいわゆる映えるとこというかおしゃれなとこしか見せなかったりとかするんで、俺はあんまりそういうの好きじゃないんで。あれなんですけど、こういう火消しスプレーって、はいはい、一応持ってます。そうそうそう、こういうのを含めてアピールしていったんじゃ、こういうのでいいですか、ね、うん、こういうのでいいですか、うん、じゃあ、探してたんですよ、こんなんじゃなくていいよ、さあこういうのしかなかったんですよ。で、鈴木さんにちょうど月曜日、帰ったら聞こうなと思ってたんですけど、うん、これの一回りちっちゃいやつぐらいで、そういうのじゃないとダメなんだから、こういうのは実際安く買えるんで、うん、こういうのでいいんですよね。あ、なら全然大丈夫です。持ってるのと持ってるのやっぱ違いますもんね、うん、だってそういう心構えがあるっていう、うん、そうですね、テキニちゃん、ああいうこういうやつちょっと小ぶりの本当に結構これぐらいあるやつの若干ちっちゃいみたいな、こんなでもやっぱいるんやろうなみたいな。そうだから自分で自信があるわけじゃないですけど、自分は多分火事とか起こさないと思うんですけど、もしかしたらなんか横の人が火事になるかもしれないし、その可能性もありますからね。大丈夫ですか、寒い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 、ちょっと湯を沸かし始めます。あ、どうぞ。じゃあ湯たんぽ、あ、湯たんぽ、うん、ちなみにそろそろちょっと対談みたいになっちゃったんですけど、いいですかね、俺。じゃあそこって何時まで喋っとっても大丈夫？一応10時消灯でしたね。だから全然大丈夫です、ね、余裕です。じゃあちょっと。はい。じゃあ改めましてよろしくお願いします。お願いします。YouTube 動画のこだわりを妥協して簡単にやろうと思ったらできるんですけど、そこをいかに火焚きの魅力、焚き火だけをするってことがあんまりなくて、鈴木さんの趣味の延長でやられてるのか会社としてやられてるのかよくわかんないところもあるんですよ。いやでもだからこそ多分俺は好きなんですけどね。賛否あったのが良かったかなって思ってて、あこれちょっとここは使ってもらえないですか、ね、はい、ずっとんだ、はい、僕としてもやっぱりそのいやせっかく来てもらったんだからやっぱこれは伸ばしたいっていう話はしてて伸びたらいいなみたいなことは言ってたんで、うちの奥さんも喜んでたんですよね。すごい良かったです。ちなみに朝は何をされるんですか。ピザトーストみたいな。あ、ピザトーストみたいな、でもピザトーストじゃないやつ。ちょっと違う感じの。
あ、私の方がそのくらいです。気になる。これはうまそうですね。うん、なうまい。確かにピザとは違いますね。なかなかこのグラクタンな感じはないですよね。マヨネーズとケチャップで、これなんていうんでしょう、オーロラソースっていうんでしょ。オーロラソースまたこれがいいですよね。これからじゃあ片付けですかね。片付けですね。片付けをじゃあお願いします。一番初めにこいつ、この2つ乗ってるやつをこうやってあげて、この真ん中に通す感じで、うん、で次にこの順番はそんな大して関係ないですけど、布のひどこかメッシュを引いてあげると、うん、こっちの普通のごとくを、はい、この方向でバンドに対して垂直が残るように置いてあげると。でその次にこの人を反対向きにこうしてあげると、でこう締めてここに引っ掛けてあげる。なるほど。でこっちに乗せてあげると。この人はここは作った状態にした方がいいですね。そう、これは作った状態がいいですね。したものを自分の方に向かってコツを、なるほど、本来上に来るものが下に来るってことですね。でこれをここからこの間を通すようにした状態で、うん、バンドを下から通してあげて、でここ側をこの辺を持ってこれを引いてあげると。でしまうときにこれを持ち上げると重たいんで、はい、こう立ててあげると。袋がこれ硬いんで、このまま袋を上からこうしっかり下げて、こうすればじゃあ日立ユーザーの方はこの使い方を真似してもらえれば。そうですね、はい、ありがとうございます。危なくなくしまえると思いますよね。開発者の鈴木さんの片付け方でした。ありがとうございます。じゃあ鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。新しいオプションということで、まだ開発途中のものもあったんですけど、まあこれ見てる方がですね、なんかこうこうしたらいいよとか、こんなものが欲しいよっていうのをコメントいただければ、また開発の候補におそらくなると思いますので、またコメントいただければなと思います。はい。で、もう一回いきましょうか。来週がイベントでしたっけ。そうですね、19、20と19、20がイベントだそうなんで、もし間に合えばですけど動画がはい、その時にはぜひ遊びに来ていただければなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。